さあ、なんとあのアイアンマン、もしくはね、ヒーローの誰かが裏切るんじゃないか。そしてね、ジョーンズがチャプター5にて初めてあのセブンについて言及しましたので、今回の動画は全 NPC の会話の紹介とその考察の動画になります。ということで、まず一人目はこちらホープですね。もうホープはずっとこの場所にいますね。ちょっと場所悪いんでこっち来てもらって、じゃあここで話しましょうか。はい。何かニュースは？いや、特に何もないです。戻ったのね。どうしたの？なんだ？あんな二人で協力して、ゼウスを倒したり、メガロドンを倒し、まあメガロドンは倒してないけど、メガロドンを倒そうとしてたのに、何か持ってきたの？いや、何もお土産は持ってきてないですけど、シーズン1からずっと協力してきたのになんかやけに冷たいですね、ホープさん。でも、こちらに次のことを尋ねるがあります。あ、予言について。一応チャプター5シーズン3の最後にね、配布されたスプレーでは、ホープもね、予言者であるみたいなね、そういう伏線のスプレーが来ていましたが、予言の対象になるのはおすすめしないわ。かなり恐ろしいから。しかも何かする前にいちいちコップに入った知性を持つ水に相談しなきゃいけないし、とっても賢い水ではあるけどね。でも水は水だから、まあ予言の対象になってあなたが世界を救う救世主だと言われたら世界を救わないといけないし、予言でねもし死ぬとか言われちゃったらね死んじゃうし、まあこの予言がねかなり恐ろしいっていうのは確かに、予言されたら怖いかもしれませんね。で、何これ、何かする前にいちいちコップに入った知性を持つ水に、予言者の水、最初はさマップ上にある水瓶に入ってたんだけど、今コップに入れて水鏡の予言者を持ち運んでるんだホープ。っていうか水鏡の予言者やっぱり肉体がなくてまだ水の状態でうろうろしてる感じなんだね。なんかチャプター3でさ、サイエンティストとか我々ルーパーと一緒に姿はないけど一緒に声だけあったエイミーとなんとなく予言者が重なりますね。さあそしたらホープの説明、ヒロイックホープ、もっと明るい未来を見よう。世界の終わりの予言の対象となるのは大変なことだが、ホープはそんなことではくじけないと彼女は願っている。ドクタードゥームとの対決が迫る中、ホープはこの現実における最高のヒーローたちを集め、共に戦ってもらう準備を全力で進めている。さあ君もスクワットに加わろう。あ、これあれか。この予言の対象になるのは大変って言ってるのはあれですね。シーズン3が終わるとき、まあ、予言者にね、なんかホープと箱は繋がっておる。宿命によって、時の円環と永遠の運命なのじゃ。じゃがワンダラー、あのドクタードゥームのせいで、運命が歪められちゃったんで、お前がドクタードゥームに立ち向かわなければいけない。戦わなければいけないとね、予言者に言われてましたので、それについての会話みたいですね、これ。予言の対象になるのはおすすめしないわと、今回ホープは言っております。さあ、お次はこちらの工場にいる、キャプテン・ジョーンズさんです。かっこよくなったな、ジョーンズ。もう復讐はやめだ。今度は正義を貫くよ。ベンジェンス・ジョーンズ。復讐のジョーンズから正義のキャプテン・ジョーンズに変わったと言っております。ホープがスーパーヴィランに立ち向かってるなんてね、誇らしいよ。仲間のホープを誇らしく思っております。破滅に立ち向かうのは随分久しぶりだ。ああ、懐かしいね。破滅、いつのこと言ってんだろうね。ジョンズはもう何回も破滅に立ち向かってるからね。チャプター2シーズン8のキューブクイーンしかり、チャプター3シーズン2のアイオーとの戦いしかり、そしてチャプター3シーズン4のヘラルトの戦いなどなど、何回も破滅に立ち向かってるからな。人生には復讐よりも大事なものがあるって気づいたんだ。やっと気づいたのか。さあ、こんくらいですかね。ありました、ありました。キャプテン・ジョーンズと呼んでくれ。それと、これを見て。あれ？あのシールドはどこにやったっけ？おい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 。大事なビブラニウムのキャプテン・アメリカの盾を見失うなんて、お前、背中につけてるから、どこにあるかわかんなくなったんじゃないか。おでこにメガネをしたまま、私のメガネをどこって探してるおばあちゃんみたいなことを言っておりますが、次のことを尋ねるあります。お、いっぱいあるね。ドゥーム、ホープ、予言者。じゃ、順番にドゥームから行きましょうか。あいつは好きじゃないね。理由は言わなくてもわかるだろうけど、ドゥームのことが好きじゃないと、あいつが勝つことはない。多分な、いつも、次は負けるんじゃないかって考えちゃうんだよ。でもホープもアベンジャーズもチームの奴らもいる。俺たちなら大丈夫だ。確かにアベンジャーズとかね、多くのヒーローが今回味方になるみたいなんで、それならあのドゥームとも戦えそうですね。では次、ホープについて聞いてみましょう。ホープは英雄として認められつつある。本当に誇らしいよ。あの重圧を覚えてる。世界を救わなきゃいけないのってのはかなりの重荷だ。なんで俺がとか、俺は平凡な男なんだぞとか、ハイテクスーツを着て飛び回ってるヒーローたちは誰なんだとか思ってたよ。ホープならできるさ。俺にはわかるんだ。それに最後まで俺たちが支えてやる。え、やばくない？これ見てみて、ほら。まあ、ここホープが英雄になろうとしてる。まあ、今までね、ジョーンズとか、我々ルーパーがずっと英雄だったんですけど、チャプター5では、ホープが英雄となりつつあるんですけど、ジョーンズはね、昔のことを思い出して、ハイテクスーツを着て飛び回ってるヒーローたちは誰なんだとか思ってたよ。
このハイテクスーツを着て飛び回ってた人ってセブンのメンバーのことなんじゃないの？これだって昔のことを語ってて、まあ、なんで俺が破滅に立ち向かわなきゃいけないんだ、なんで俺が世界を救わなきゃいけないんだっていう時っていうのはチャプター1とかチャプター2の時の話でしょ。その時のハイテクスーツを着て飛び回ってるヒーローたちは誰なんだって、これはマーベルのヒーローじゃなくてセブンについて語ってるような気がするんですけど、だったらやばすぎるね。初めてチャプター3のシーズン4でセブンが飲み込まれて以来、初めて公式がというかジョーンズがゲーム内でセブンについて語りました。これはやばすぎる。では次、預言者について。あの知性を持つスープに偉そうな口を叩かれるのは二度とごめんだね。水じゃなくてスープになってんだ。とはいえ尊敬はしてるよ。あいつの予言とやらは具体性に欠けるけど、少なくとも今回の味方は俺たちを裏切って撃って来たりはしないだろう。そう願ってるよ。まあ裏切られてもやられはしないけどな。これやばいな。少なくとも今回の味方は俺たちを裏切って撃ってきたりはしないだろう。まあ今回の味方っていうのはアベンジャーズたちだよね。アイアンマンたちなんだけど、裏切ったりはしないだろう。まあ裏切られてもやられはしないけどな。これ誰かが裏切る伏線じゃない？いや考えすぎ。預言者について聞くんですけど、まあ少なくとも今回の味方は裏切ったりはしないだろう。そう願っている。まあ裏切られてもやられはしないけどな。え？これ伏線にしか見えないんだけど考えすぎなのかな。ジョーンズ的にはアベンジャーズのヒーローたちが裏切ることはないって言ってるんだけど、実際さ X メンの映画とかアベンジャーズの映画とかでさ、まあ、仲間割れが起こったり、まあ、ヒーロー側が敵側に寝返ったりさ、敵側が味方になったり、いろいろそういうこと起こってるんで、これ今回味方として戦うはずのヒーローの中の誰かが、誰かまあ一人なのか何人なのかがドクタードゥーム側に裏切る可能性も考えてた方が良さそうですね。ちょっと多分ね、アップデートごとにアイアンマンが現れたり、まあ、アイアンマンが裏切ることはないとは思うんだけど、まあでもそっか、アメコミの方ではね、アイアンマンの後をドクタードゥームが継ぐみたいな話もあったり、なんかいろんな、その辺の敵が味方になったり、味方が敵になったりね、そういう話もあるんで、ヒーローの中の誰かが裏切るかもしれないと頭に入れておいた方が良さそうです。あ、そして、ジョーンズの説明ですね。キャプテン・ジョーンズ、正義のシールドを手に取ろう。ピーリーは救出され、神々は追放され、メガロドンは打ち負かされた。そして今島には破滅が迫っている。復讐は忘れてもう少し英雄っぽい装いをまとう時が来たのだ。そう、キャプテンジョーンズの出番だ。これはストーリーには関係なさそうですけど、まあ、ジョーンズがまたやる気に満ち溢れてますね。まあ昔からねそういうところは結構あったんですけど、今回も頑張ってくれるようです。さあそしたらお次はここ、多分あの豆三兄弟がまだいるとは思うんですけど、はい、いますね、いますね。あ、いるけど歩いてる場所がいつもと違います。さあ話しかけてみましょう。ピーボディさん何やってんだお前。はい、フィル、アール、アクスルになんなりと、ということで上から順番にね、フィル、アール、アクスルとなってるんですけど、モガモガモガ聞いて。アクスルだけどさ、必要なものが、何が必要なんだ。いや、アールだよ。チューンナップしに来たの。今日はフィルに何かご用かな？まあ、大したことは言ってないし、特に追加の文言もなさそうですね、この人は。では、キャラクターの説明。製油所の件の後、レッドラインリーグの件の後、フィルとアールとアクスルは、P ボーイズの事業に全力を注ぐことにした。ビジネスは好調だった。彼らは今、販売構成を仕掛ける絶好の機会を見つけなければならないということで、あ、車のシーズンが終わっちゃったからもう、車屋さんも儲けてないんだ。まあ、販売構成で車とか車の部品を売りまくる機会を見つけなければいけないということで、このままだと倒産してしまいそうですね、ピーボディの会社。大丈夫ですか？あー、これは大丈夫そうですね。それでは次の NPC ですが、まあ、今回はそしたらウェイストランダー系を攻めていきましょうか。ということで、ここにもシーズン3と同じブライトレーダーがいますね。私が覚えているウェイストランドと全然違う。まあまあまあ、まあレッドラインリーグが破壊されてニトロがなくなったり車がなくなったりしましたからね。今日は明るいね。はーい、ウェイストランダー。このブライトレーダーに何でも任せて。まあ特に大したことは話してませんね。では次のことを尋ねるがあります。お、結構あるね。何これ。バイティってなんだっけ。故郷のラマコーン、いい子よ。あ、故郷のラマコーン、これがバイティっていう名前なんだ。この胸のところに書いてあるこのラマのことですね。ラマコーンのことがバイティみたいです。噛み癖があるところを除けばね、よく噛んでくるんだ。これがバイティっていう名前ってみんな知ってた？俺は知らなかった。では次、砂について聞いてみましょう。いやー、島の砂が減ってくれてよかったわ。靴にも髪にも食べ物にも砂がついてたから。
砂が入っちゃいけない他の場所にもね、最悪、これどこのこと言ってんだ、砂が入っちゃいけない場所にもね入ってしまったと。では、次ドクタードゥーム来ました。ドクタードゥームについて何かを知ってるんでしょうか。つまりワンダラの正体はドクタードゥームだったってわけ。そうですね、あいつには何かあると思ってたんだよ、悪そうなやつだって。本当か本当か。でもなんかワンダラのことだいぶビビってたな、ブライトレーダーシーズン3の時。では、ブライトレーダーの説明。ブライトレーダーはウェイストランドがなくなった後の環境にうまく適応しているようだ。まあ島は危機に瀕してるけど、少なくとも食べ物に砂が入ることはもうないのだ。砂まみれのおやつのことはさておいて、彼女はドクタードゥームに正面から立ち向かう覚悟ができている。あ、ブライトレーダーも一緒に戦ってくれるんだ。あ、そしたらピーボディも仲間だったし、この辺の人たち、仲間の人たちもアベンジャーズとかだけじゃなくて、こういう NPC とか島の人たちも一緒に戦ってくれるみたいですね。あとなんか砂が散ってないみたいなこと言ってたんですけど、シーズン3の時はこの砂が舞っていた、あの砂ぼこりがねやってきてたから砂が舞ってたけど、もうそんな風にシーズン4では砂漠自体はあるんだけど砂はもう舞ってはいないようですね。では次はマップの右下のところにいるラッラッカスですね。多分ラッカスだと思います。はい、ラッカスですね。ラッカスもそのままシーズン3と全く同じ場所に NPC として存在しておりますね。俺はラッカス、孤独なラブラーさ。ラブラー、ラブする人どういうことじゃ。ラッカスザ・ラブラーは自分の道をたどるんだ。お前ラッカスザ・ラブラーっていう名前だったの本名、どういうこと。ラッカスがリーダーにもフォロワーにもなればいいんだから、リーダーなんていらないだろう。あ、一人っていうこと。どんちゃん騒ぎしよう、民衆を煽ろう、自由になるんだ。ラッカスザラブラーは自分の道をたどるんだ。我が道を一人で進んでいくみたいですね。じゃあ次のことを尋ねる。あ、ラッカスザラブラーっていうのがあります。どういうこっちゃこれ。昔ラッカスはキアラズチャムズに所属していた。あ、あのキアラがリーダーのやつね。あれもう所属してないんだ、してたっていうことは。でもチャムズは解散した。ラッカスに言わずに、どういうこと。ラッカスに言わないで、チャムズは解散してしまったと。だからラッカスはラッカスザラブラーになったんだ。そしてラッカスは一人で歩く。お前がしばらく一緒に行動してくれるなら話は別だけど。あ、なるほど。あの、雇ってくれと言ってるみたいですね。とにかく前回のシーズンでチームを組んでいたキアラズチャムズだっけ、キアラのね、バンドの5人ぐらいの、メンバー5人ぐらいいたのかな。そのチームはいつの間にかラッカスにも言わず解散してしまったようです。かわいそうな男ですね。では、ラッカスの説明。ラッカスの所属するウェイストランダーのグループ、キアラズチャムズが解散し、ラッカスはソロ活動をすることになった。今の彼はラッカスザ・ラブラーだ。そして実を言うと、ちょっと寂しがってる。まあ寂しいからとにかく雇ってほしいみたいですね。我々プレイヤーに皆さん雇ってあげてください。さあ、ということで一旦ね、これ前半部分で動画締めさせてもらって、またねすぐ後半の動画出すんですけど、12人目の NPC いたんですけどね、この辺になんかこの辺にいたんですけど、ちょっと消えちゃってるみたいなんで、まず後半の動画出して、またその消えちゃった NPC もね別に出していこうと思いますので、楽しみに待っててください。残り後半すぐに動画出させてもらいます。ということでね、ジョーンズがセブンについて言及したことが嬉しかった人、そしてね、マーベルのヒーローに裏切ってほしくない人は高評価をして教えてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録高評価の以外にもクリエイターサポートをたくまにぜひとも、絶対本当にたくまんリスナーの方はクリエイターサポートをたくまにマジでよろしくお願いします。これはたくまんからの、心からのリスナーさんへのお願いになっております。ぜひともよろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。